はい、こんにちは、ケンジ君です、えー。今日もおすすめの本をご紹介させていただきます。えー、それはですね、高坂勝サさんの書かれた原則して自由に生きるという本でございます、えー。こちらの本ですね、あの、自分が半年ぐらい前に読んで、 ですね。あの、ずっと紹介しようと思っていて、まあ、紹介できていなかった、えー、本なんですけれども、えー、ご紹介させていただきます。で、まあ、正直ですね、半年前に読んで、まあ、ちょっと、かなり忘れている部分もあって、まあ、ちょっと自分の解釈が、あの、多くなってしまうかもしれませんけれども、えー、まあ、少なくともですね、自分がこの本を読んで、どう感じたのか、今どう思っているのか、えー、ということをですね、えー、今日はお話をさせていただいて、えー、それで、あの、気になった方はですね、えー、この本、 この本をですね、えーまあ、読んでもらえたらなというふうに思っております。えー、まずこの本がですね、えー、ざっくりあの、まあ、どういった本なのかと言いますと、えー、この高坂正さんという方はですね、えー、元々あの、大企業のサラリーマンをされてたんですね。で、あの、小売りというか、まあ、営業というかですね、まあ、バリバリあの、働いてたんですね。バリバリ働いてたんですけれども、ええー、まあ、ある時、新郎でですね、もう働けなくなってしまったと。 えー、そうしてですね、えー、もっとゆっくり生きてもいいんじゃないかと。そんな風に、なんか右肩上がりの経済成長みたいな、なんかどんどん稼いで、なんかいろんなものを買って、なんか楽しく生きるみたいな、そういったバブル的な価値観以外の価値観にもあるんじゃないかと、えー、いう風なことをですね、えー、書かれた本でございます。えー、まああのー、 この本も、あの、タイトルでは、なんかゆるーく行きましょうということだけ書いてあるように感じるかもしれませんですけ、えー、知れませんけれども、実際はですね、もっと本当にいろんなことが書かれている本でございます。まあ、あの、面白いことはたくさん書かれているんですけれども、今日は特に自分が面白いと思った、3点のお話をさせていただきます。まず1点目はですね、著者はこんな風に言われています。今まではですね、早くて、大きくて、効率的であるということを求めてきた。 え、だけれども、スローで、スモールで、シンプルであってもいいではないかと、え、いうふうなことを著者は、え、言っておられます。え、これを読んでですね、なんかあの、今流行っている思想と、まあ、かなりあの、符号するというか、あの、同じようなことを言ってるなと。 えー、いうふうなことを感じました。えー、ここ数年ですね、えー、脱成長ということが、えー、言われたりしますね。もう十分あの、もう日本も世界も、あの、成長しているんだから、えー、もうあの、右肩上がりの経済成長とか、えー、そんなもう地球をどんどん汚していくような、えー、もう地球の資源は限られてるんだから、もっとあの、定常化していきましょうとか。 そういったことが言われたりしますよね。また、もうバリバリ働くのなんて、もう疲れたんで、もう自分はもう早くリタイアしたいです。っていうような、あの、ファイアというものもですね、ここ数年流行ったりしてますよね。また、例えばですね、もうそんなあの、いろんなものを買ったり、ブランド品を買ったり、スーパーカーを買ったり、そういったことでですね、あの、幸せなんて、そんな価値観古いですよねって、もっとシンプルに行きましょうよっていうような、ミじま、みじリズムとか、そういったような、あの、思想に、あの、近いものを感じた。 えー、ところでございました。えー、あと、ま、ちょっと思ったのはですね、あのー、まあ、こんな風に、あのー、定期的に、あのー、この脱成長っていう、とか、そういったものは流行するんだなっていうことを思うのと同時にですね、あのー、やっぱり何か危機があった後に、こんな風になんか、 今までの生活って違ってたんじゃないかっていうような思想っていうのは、えー、出やすいんじゃないかな、みたいなことをちょっと思ったりしました。まあ、この2010年っていうのは、まあ、リーマンショックがあった、ま、2年後ですよね。えー、とか、まあ、そんな風に何か、あの、ショックと言え、言われるものが起こった後に、えー、こういったような、もっとゆっくり楽に生きてもいいんではないですかっていうような思想っていうのは、えー、出やすいのかなという風に思ったところでございます。 えー、まあ、また、例えばですね、まあ、昔の話をすれば、法上記とかも、まあそんな、えー、本ですよね。もう、あのー、あれが、えっ、ー、と、鎌倉、えー、あ、平安時代か。えっ、ー、と、平安時代末期で、あのー、もう、地震があったりですね。もう、なんか、あのー、嵐が来たり、もう、本当に、もう、 たくさんの天才があって、それでもう都も崩壊してしまって、えー、そういった中で、もっと、もうなんか、あの、貴族社会で、もうなんか、あの、何ですか、出世街道まっしぐらみたいな、もう生活にはもう自分はもうおりますよっていうような、えー、まあ本だと思うんですけれども、えー、まあこの本もですね、えー、そういったようなことを、えー、書かれている。えー ま、もっとあの、別にですね、そんな出世う街道を駆け巡ったりしなくてもいいじゃないですか、とえいうふうなことをえ書かれている。そんな部分が、え、一番でございました。えっと、ちょっとなんか話してることがかなり崩れてきましたけれども、ちょっと二番目からは、え、ちょっと頑張って立て直していきたいな、というふうにえ思っております。で、二点目はですね、え、著者はこんなふうに言っておられます。たまには月でも眺めませんか、と。え、この、 ようなことをですね、どういった経緯で、あの、働いているのかと言いますと。えー、まあ、先ほどご紹介しましたように、えー、著者はですね、もう大企業のサラリーマンで働いていて、えー、ですけれども、過労によって、もう、あのー、働けなくなってしまうと。えー、それからですね、あの、旅に出るんですね。旅に出て、テントを張って、それでもう野宿のような生活を、えー、するような、えー、旅に出るんですね。 それである日、あの、まあ、テントで、日本海の近くでですね、テントを張って、ええー、日本海に沈んでいく月を見たんですね。ええー、それを見て、あの、こんな身近に、こんなに美しいものがあったのかと、ええ、いうふうなことを感じられた、ええー、そうでございます。ええー、まあ、自分も、あのー、星を見たり、あのー、空を見たりするのが好きなんで、まあ、この著者の気持ちはすごい、ええー、よく、ええー、わかりました。えー、それとともにですね、 こういう話をすると、まあ、そんな余裕ある人はいいよね、みたいなことを、えー、思われる方も多いと思うんですよね。まあ、そういう人にちょっとあの一つ個人的なおすすめなんですけれども、別にこれは時間を作って月を見なくてもできることがあると思うんですよね。まあ、自分は最近、普段街を歩くときにも、上を見て歩くようにしてます。 まあ、あの、まっすぐを見てもですね、あの、そんな人の顔なんか見たってしょうがないじゃないかと。そんなあそこに綺麗な人がいるとか、あの、なんかかっこいい人がいるとか、なんか、そんなことを考えても別に何にも役に立たないんじゃないかなと思って。あの、空を見ながら、上を見ながら歩くようにしてみたんですね。去年の秋ぐらいから。えそうするとですね、自然に、自然のものが、あの、目に入って、自然を感じられてとても楽しいんですよね。まあ、例えばあの、空が見えたり、 流れる雲が見えたりですね。あの、風にそよぐ葉っぱが見えたり、あの、葉っぱから、あの、まあ、こぼれ落ちてくる日の光が見えたり、あの、本当に、あの、楽しいんですよね。まあ、ちょっとあの、なんか臭いことを言ってるかもしれませんけれども、えー、個人的にはとても楽しくて、えー、それで、あの、別に時間を作らなくても、えー、まあ、生活の中でできることなんで、えー、結構おすすめな習慣だなと思っております。 えー、まあちょっとあの、この本の紹介なのか、自分の <laughs> 紹介なのか分からない、分からなくなってしまいましたけれども、えー、以上が丸二番でございました。えー、最後3点目でございます。えー、ちょ、じゃこんな風に、えー、言っておられます。社会にぶら下がるんではなくて、自分にできることをしていこうと、えー、いうことを、えー、語られています。えー、まあこの言葉が、あの、まあなんかあの、別にこういう言葉って響かないと思うんですよね。 響かないと思うんですけど、えー、この本の中にはですね、それが強烈なあの著者の体験として、えー、語られています、まあ。その体験についてはあのこの本を読んでいただけたらと思うんですけれども、えー、自分もですね、えー、ここ数年、 あの、本当にそういったようなことを、えー、同じようなことを、えー、感じています。えーまあ、やっぱりあの、いろんなあの自分の経験から得ていることですとか、えー、本から得て、あの、本からの学びに影響されているっていうところもあるんでしょうけれども、えー ま、最近本、読んだ本の中にもですね、そういったような、え、同じようなことを言われていることがたくさんいらっしゃいますんで、ま、ちょっと脱足かもしれませんけれども、そちらの方もご紹介させていただきます。まずですね、え、一つ目は、前回ご紹介した初めてのエシカルという本に書かれていたことなんですけれども、パタゴニアの創始者でいらっしゃる方がですね、こんなふうなことを言われていた、そうでございます。 問題を知ったときに何にもしない人、それは問題の一部であると。一方で問題を知ったときにそれを解決しようとして何かしら行動を起こす人、その人は問題を解決する側の人間になることができるというふうなことを語られていらっしゃいます。まあこれを読んでですね、あのー、 こんな一人ばっかりがそんなことをしても意味ないじゃないかとか、えー、思われることってあると思うんですよね。まあ、本当に自分も特に昔は、あの、そう思っていた、えー、ですけれども、小さくても自分にできることをすると、えー、いうことは、あの、とても大切なことなんではないかなというふうに思っております。えー、続きましてですね。 えー、こちらは、えー、こちらもまあ以前ご紹介した本ですけれども、柳井正さんの現実を見よという本の中に、えー、まあ素晴らしい、えー、部分がございますので、ちょっと一部ですね、あの、朗読をさせていただきます。あなたが変わらなければ、あなたの未来は絶対に変えられない。1961年1月20日。 アメリカの首都ワシントンで第35代大統領に就任したジョン・ F ・ケネディは国民に向かってこう訴えた。国があなたのために何ができるかではなく、あなたが国のために何ができるか問いかけてください。何をどうすればいいかは教えてもらうのではなく、自分に問いかけ、自分で答えを出す。それが自立した人間。そうした人間たちが集まって強い国が出来上がる。 思い返せは、この20年間、日本人は国に対して要求ばかり叫んできたのではないか。文句を言えば何か与えてもらえる。どこかでそう考えていたのではないか。バブル崩壊、デフレ不況、超円高、財政赤字、失業問題、東日本大震災、そして原発事故。問題が発生するたびに、国は早く何とかしろ。日本は政治が悪すぎる。と人々は繰り返してきた。 しかし自分たちは国のためにアクションを起こしただろうか。失われた20年の教訓。それはみんなが評論家になってしまったこと。傍観者ばかりで当事者がいなければ状況は何も変わらない。えー、こんな風にですね、柳井さんが言われたのはもう10年前、2012年のことですけれども、えー、まあ、このようなですね、なんか世の中になんか文句ばっかり言ってると。 自分は何もしないのに、なんか愚痴ばっかり言ってるという人の数は、まあ、さらに増え続けているんではないかなというふうなことを感じたりいたします。それとですね、これも今の柳井さんの本もおすすめで、これからお話しする本も非常におすすめなんですけれども、猪瀬直樹さんの大焼けという本をですね、去年オーディオブックで聞きました。で、こちらはですね、あの、オーディオブックで読んだ内容を、 自分でメモした、えー、という内容なんで、ちょっとあの、猪瀬さんの本に、あの、こんなことがあの本当に書かれているのかっていうのはちょっとあの、自分の記憶にはないところなんですけれども、えー、まあちょっとあの、本当に打足の打足かもしれませんけれども、えー、ご紹介させていただきます。えー、ジャーナリズムは批判ばっかりしていると。えー、また文学もですね、えー、ブライハブったり、空虚な私ばっかりを、えー、掘り続けていると。 何にもないですみたいなことばっかり、あの、小説も言っていると。もうそんな虚しいことを続けているんではなくって、もっと外側に向かいましょうよと。現実に向かって社会を、えー、背負っていこうと。えー、いうふうなことをですね、えー、感じて、えー、メモを、えー、私は、えー、残しました。えー、まあ、そんなことを言ってもですね、あの、じゃあ一体何ができるんだろうとか。 何をすればいいんだろうとか、あのー、いうことを、あのー、思われるかもしれません。まあ、そんなことを自分も思ったりしますけれども、ええー、まあ、自分はですね、あのー、こうしていこうということを、えー、一文に、えー、まとめました。ええー、それはですね、ええー、人にも自分にも、ええー、優しく生きていこうというふうに思っております。ええー、まあ、あの、なんですかね、世の中のために自己犠牲をして、あのー、なん、 世のため、人のために尽くすとか、えー、そういったことも、あの、素晴らしいことだと思うんですけれども、ちょっと自分には、あの、そこまではできないな、ということも思ったりしますし、そんな風に自分を削って、あの、まあ、あの、人に尽くすっていうことは、あの、まあ、相手のためにもならないんではないかな、という風なことを思って、えー、思ったりします。まあ、それって言ってみれば、ジャムおじさんのいないアンパンマンみたいなものだと思うんですよね。自分の顔を、もうすべて与えてしまったら、アンパンマンは死んでしまって、 周りの人も食べるものがなくなってしまうと。えー、そんなような、なんか、えー、自分が犠牲になって、それで周りの人も、えー、結局、あのー、利益を享受することができないというのは違うんではないかなというふうに、あのー、個人的には思っております。えー、というか、まあ、違うというか、ちょっと自分には無理だなというふうに思っておりますので、えー、自分はですね、自分にも、 まあ、自分の生活を快適にして、それで自分の、えー、ことだけを考えるんではなくって、えー、自分の快適さのために、もうなんか周りの人を奴隷みたいにこき使うとか、そういうことではなくって、周りの人にも優しく生きるというふうな生き方をですね、あの、していきたいなというふうに思っております。そうして、その周りの人に対する影響っていうのも少しずつですね、えー、大きくさせていけたら、えー、いいなというふうなことを感じております。 えー、今日はですね、えーまあ、本当にちょっと自分の、えー、なんか自分語りみたいなことが多くなってしまったかもしれませんけれども、今日ご紹介した、えー、複数の本ご紹介しましたけれども、すべておすすめの本と、えー、なっておりますので、気になった方は、えー、概要欄にリンクを貼っておきますので、チェックをされてみてはいかがでしょうか。えー、今日のお話は以上です。それじゃあ、またね